ブレット・ボーチーはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身のプロ野球選手、右藤右内現在はフリーエージェント。父は同じサンフランシスコジャイアンツで監督を務めるブルース・ボーチーである。兄のグレックもかつてはサンディエゴパドレス参加のマイナーで4年間プレーしていた。おじのジョーはパドレスでスカウトを務めている。 2010年の MLB ドラフト20巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名されプロ入り。2013年のスプリングトレーニングに招待選手として参加した。2014年9月2日にメジャーに昇格し、9月13日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たした。11月4日に40人枠を外れる形でトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ降格した。 2015年4月5日にメジャー契約を結び40人枠入りした。25人枠入りしないまま7月3日にィーフとなった。7月7日にトリプル A 級サクラメントに移動した。その後9月7日に昇格し再びメジャー契約を結んだ。10月15日に40人枠を外れる形でトリプル A 級サクラメントへ降格し17日に FA となった。ありがとうございます。